こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、私ウェブ相談をやってて最近めっちゃ多いなって思うのが、セックスレスの問題なんですけど、妻が拒否ってのセックスレスではなくって、妻はしたいと思ってるだけど旦那が拒否るっていうパターンのセックスレスが最近めっちゃ増えてて、なんでかなっていうのを考えてみたのでお話ししてみたいと思います。頑張れんでいいで、適当でいいで。はい、セックスレスの問題っていうのはもう本当に今多いで、しかもいろんな要因が絡んでいるので、これっていう一つのね、これが原因だよっていうことは言えないんですけども、ただいろいろある中で私がちょっとすごい感じていることが最近あるので、それをねお話ししてみたいなと思うんですけども、あのね、旦那さんたちに聞くとですね、なんかそのじゃあなんでセックスを妻 の誘いを断るのってなった時に、旦那の意見としてはもう妻が家族になってしまって、その女として見れません、女として見れないっていう言葉は女性にとってはきついんやけどね、ただなんかもう身内になってしまった、もう子供を産んで母親になってしまって、その母親であるなんかこうほわんと柔らかい空気をまとった妻に対して性的なものを感じないと、ショックだねこれ言われるとね。そんな風なことでね、でも男性の意見としてはそういう風なことを言う旦那さん結構いらっしゃるんですよね。でも私その言葉を聞いててね、最近思うんですよ。このね、あの 妻が女じゃなくて母親に見えてしまう、身内に見えてしまう、家族の一員になってしまってるっていうこの心理、その言葉のね裏にある心理っていうのが、これ男性は妻に自分が男としてね、もっとこうドキドキさせてほしいっていう本音が隠れてるんじゃないかなっていうふうに話を聞いててすごくね感じるんですね。で、人間っていうのは常に新しい刺激を求める生き物だと思います。人間だからね、新しい刺激、それってやっぱり魅力的だし、そういうふうに感じるっていうのは当たり前の自然の成り行きかなとは思うんですよね。でもそこでこう旦那さんが、ね、妻を誘った時にですよ、ね、子供生まれて妻は妻で子育ても大変で、もう疲れてるしもうやめてみたいなので拒否る。で、私たちからしたら1回2回拒否っただけって思うかもしれないけど、男性にとっては自分が誘ったことに対して、男として誘ったことに対して妻が拒否ってくるっていうのは、男として認められない、男として扱われてない、そんな気持ちになって、私たちが旦那のその一言を何年も根に持っているようにね、男性たちは根に持っているつもりはないんやろうけど、心の奥底の深層心理にね、妻に誘ったのに断られたっていう思いがずっとこう折り重なって溜まっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だから奥さんからこう引っ越しされて拒否されてっていうのが続いていくと、やっぱもうなんかもう夫婦ってこんなもんなんかなみたいになってきて、もういいかって、こういうので適応していかないといけないよなってなってきて、旦那さんの方ももうだんだん奥さんを誘えなくなってくるっていうことがありますよね。でもセックスレスのね相談の時に私よく言うのがね、その旦那が誘ってこなくなったっていうのは、ある意味奥さんに対する、あなたに対する愛情でもあると思うよっていうのもフォローでするんですよ。これなんでかっていうと、一生懸命子育てやってもうね、ほんまに疲れてもう疲れ果てて寝てる奥さんを妻もね誘うっていうのは、自分のその欲望に対して奥さんを誘うっていうのは、旦那からしたら、いやもう疲れて寝てると、妻がね、愛する妻が寝てる、それを自分の欲で起こしてセックス してやって、もうかわいそうで言えないみたいな、それで寝かしてあげたいなっていう気持ちが先に立ってしまって、もう布団かけてあげて寝ときなっていう、こういう愛情でもあったりするよ、誘えないのってって言って、ママたちにいつもフォローするんですよ。でこれがさ、ほんまにね、旦那がね、その自分の性欲っていうものを満たすだけってなったらね、妻が疲れてようと妻がどんな気持ちであろうと関係ないわけじゃないですか。自分の欲が満たされたらいいわけやから、だから誘うよね、いけるやろうな、いけるやんか、やろうや、やらしてやってなるやんね。でそっちの方が、私この奥さんが、ママがね、愛されてないっていうことになるんかなって、そこでだから誘ってこなくなったっていうのは、ある意味旦那の妻への愛情でもあるんやと思うでっていう話もします。
うん、でもやっぱり男性だからね、そういう一面もあるんだけど、でもよくよく考えたら私たち女性だって子供を産んだから体型崩れたから、年取ってきてシワとかシミとかもできてきたから、白髪も出てきて、若い子に比べたらもう全然あかんわってなってきても、でもやっぱりいくつになっても30超えても35になっても40になっても女で居続けたいと思うし、女性として扱ってほしいっていう思いはみんな抱えてると思ってます。そう思ってる、うん、でもういいね、もうおばちゃんやからとかって言う人もいるけど、でもそれこそ深層心理の中にはやっぱり女性として認められたいって、綺麗やって言われたいっていう思いってね、みんなあると思うんですよね。で男性もきっとこれ一緒かなと思うのよね。だから男として男性として求められてる、男性として扱われてる、これが男性にとってはこうね、生きていく上での自信につながったり、もう仕事も何もかもモチベーションにつながっていく、そのモチベーションが上がっていて自信ができるからこそ、きっとこの男性としての機能っていう部分も働くんかなっていうふうに思うんですよね。って考えたらね、よくよく考えたら私たちどうですかね、こう旦那さんが仕事から帰ってきた時にね、付き合ってたあの頃みたいに、結婚した当初のあの頃みたいに笑顔でおかえりって言ってあげれてますかね。うん、休みの日旦那がダラダラしてる、そうでも邪魔やねん、もう掃除機かけるのにちょどいてくれる、邪険に扱ってないかな、ね、うん、パパみたいになるでそんなことしてたらって子供に言ってないかな、ね、やっぱりこう家の中で働き盛りでね、30代40代働き盛りですよ、パパたちは。そうやって仕事も頑張って家に帰ってきてくれて、家ではリラックスしたい、もう数に戻りたいっていう気持ちの中でねって言うたら、ママたちからまた声が聞こえてきそうやけどね、私たち24時間ですよ子育てって聞こえてきそうやけど、ちょっとそれ置いとこうね。仕事疲れて帰ってきた時にこう家の中に居心地がいい場所がない、リラックスできる場所がない、リラックスできるもう時間もなければ場所もないってなってきて、さらに妻が自分を男として扱ってくれないっていう、くれていないっていう状況って、もうこれが多分パパがセックスを断ってくる拒否るね、私二大要因になってるんじゃないかと思うんですよ。男として扱われていない妻にねっていうのと、ね、家でリラックスする時間と場所がないっていう、これ二大要因、これが結局その妻がもう女としてっていうよりも、もう家族の一員になってしまって、母親になってしまったからそういう気持ちになれないですっていう、そういう言葉にすり替わってしまってるんかなっていうふうに思うんですよね。はい、なので私たち女性も今一度こう自分に問うてみないと、自問自答してみないといけないかなと思うんですよね。ね、あの頃みたいに笑顔を、ね、ちゃんと示してあげてるのかなって、旦那さんに対してこう信頼してるよとか尊敬してるよとか、あなたといて幸せだよっていうような気持ちであったりとか、ね、態度を旦那に示しているだろうか、それを彼に感じてもらえているだろうか、邪険にしてないかな、私自身が旦那さんのことを男として男性としてちゃんと扱っているだろうかっていうところ、そこをね、もう一度自分の胸に聞いてみないといけないかなというふうに思います。ついつい旦那に対してダメ出ししたくなる、洗い物してくれたはいいけどもうちょっとシンクまで拭いときやとか、なんでそんなこともできひんのとかね、言ってしまいがちなんですけど、それをやってしまうと男性はね、自分は求められてないのかもしれない、自分は男性としてね、尊敬されてない、信頼もされてないっていうふうに感じてしまって、自信とモチベーションが落ちる、これは男性的な機能っていう部分でもそんな人を誘うとは思わなくなるからね、はい、っていうところにつながっていくのかなと思うので、うん、本当に難しい、すごい複雑なところが絡み合った問題ではあるんですけど、私たち女性も今一度自分が旦那がセックスを拒否る、そういうことを自分が作り出しているのではないかと、その一つの要因が自分にないだろうかというところ、旦那さんばかりを責めるんじゃなくてね、そこをねちょっと一回考えてみないといけないのかなっていうふうにすごく思いますね、うん、でセックスっていうのはやっぱ根本的にはその性欲を満たすっていうね、そういうものだけではなくって、セックスのベースにあるものっていうのはやっぱりこういつまでも相手ね、妻であったり夫であったりっていう、その相手の心っていうものを大切に思う
思い合う関係、そこがやっぱりセックスのベースになるのかなというふうに思いますので、セックス以外の日常生活の中でお互いがお互いを思いやれているかなと、お互いを尊重できているかな、尊敬信頼し合えてるかな、その態度言葉としてちゃんと表現相手に伝えれてるかなというところ、そこをもう一度考えてみることでセックスレスの解消の一つの糸口がね見えてくるのではないかなというふうに思っています。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。笑顔で子育て、応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで、適当で。